A バイク A バイクとは英国の発明家、クライブシンクレアが設計した折りたたみ自転車。ガラス繊維強化ポリアミドにより約 5.7kg という軽量化を実現している。頑丈で日本国内外の安全基準をクリアしている。人間工学に基づいた設計で通常の自転車とほぼ同様のライディング性能を有する。簡単に折りたたみが可能で、 飛行機の手荷物で持ち込めるコンパクトさが特徴である。140mm クランクを備え、クランクスプロケット中間スプロケット後輪と動力伝達し、それぞれのスプロケット間を、各一本のチェーンで後輪を駆動する。中間スプロケット、後輪間は、ハーフピッチの RS25 規格のチェーンである。フリー機構を備えクランクを駆動しなくても、惰性で進行する。 ペダルは折りたたみ式の樹脂製ペダルである。タイヤは前後リンとも6インチ系で、チューブ式でありバルブはベ式比較的高圧が要求され、6気圧程度の充填がないと走行抵抗が大きく、そうだ安定性が悪い。このため、空気圧の調整が一般自転車用のポンプでは難しく、空気圧計を備えた専用のポンプを用いるか、 空気バネを備える自転車用サスペンション調整に用いられるサスペンションポンプが流用される。高圧であることから空気の抜けもロードバイクなどのタイヤと同等に早めである。2010年8月に発表された A、バイクシティと名付けられた新型は8インチ系のタイヤを備える。折りたたまれた A バイク展開すると名前の由来になったアルファベットの A の文字の形になる。 折りたたみ時には前後の縦のパイプが約半分の長さになり水平のフレームは中央で折りたたまれて前後の縦のパイプが平行になるサドルは交代し折りたたまれた縦のパイプに沿うハンドルは前後反転しハンドルグリップ部が左右それぞれ内側に向かって折りたたまれるサドルはシートポストに直結で位置は上下には調整できるが 一般の自転車では可能な前後方向あるいは角度の調整はできない。スプロケット、チェーンなどの駆動系はカバー内部にあり、外からは見えない構造で、駆動部への衣服の噛み込みやチェーンによる汚れはない。ブレーキは前後輪ともバンドブレーキである。折りたたみのための関節やジョイント部分が多く、設計強度の限界を超えないように上院の 体重制限が 85kg に設定されている。時速 10km 程度であれば容易に出すことができ、人が走る速度を歩くよりやや速い速度が常用速度となる。タイヤが6インチという極めて小さい小道であることから振動吸収性は悪く、段差の乗り越しなどの走破性は悪い。ホイールベースも短いことから安定性は良いとは言えない。これらは折りたたみ、小型。 軽量という A バイクの特性から来るものである。操縦感覚はこれらの特性から一般の自転車とやや異なるものであり、自在かつ安全に走行するにはある程度の練習が必要である。簡単な折りたたみ及び展開、軽量という特徴から公共交通機関を利用した移動と組み合わせることが想定されている。A バイクも自転車であることから、 公共交通機関への持ち込みは和行と同じであり、列車などに持ち込む際には袋に収納しなければならない。構造を真似たコピー品が多く出回っているが、部品精度及び耐久性が純正品と異なり、それらは劣るとして、日本の正規代理店は注意を呼びかけている。A バイクに類似した自転車の中には国民生活センターから、 注意喚起が行われているものも存在する。小型タイヤの折りたたみ自転車の強度不足に注意。ありがとうございます。